こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がワンダースワンのヘッドホンアダプタを自作した話をするぜ。ウプ主にそんなもの作れるの？まあそれはこの動画見てのお楽しみってことで。っていうか純正品買えばいいんじゃない？前にワンダースワンをざっくり解説した動画でちょっと話したと思うんだけど、ワンダースワンのヘッドホンアダプタは今では結構な価格になってしまっているため、ちょっと買いづらい商品になっているぜ。そういえばそんなこと言ってたわね。ちなみにウプ主がこの動画の原稿を書いている時点で、駿河屋でヘッドホンアダプタが3838円、ヘッドホンアダプタ2が5160円だったぜ。相変わらずなかなかなお値段ね。でだ、ワンダースワンの音をステレオで聞いてみたいが、ヘッドホンアダプタを買うのはちょっともったいない気がするだろ。まあそうね。なのでウプ主は自作することにしたんだぜ。いやだからウプ主にそんなことできるのかって聞いてるのよ。まあまあそう焦るなよ。もちろん何も情報がない状態からヘッドホンアダプタを自作することはウプ主にはできないけど、ネット上には先人たちの遺産が残されているんだぜ。もうすでにヘッドホンアダプタを自作している人がいるのね。そういうことだぜ。だがしかし、作り方を一から載せてくれているサイトは見当たらなかったので、とりあえずネットにあった配線図を元にしつつ、その他のサイトでもいろいろと情報を集めて、なんとか部品を調達することができたぜ。作り方まで載せてくれているサイトはなかったのね。ああ、でもあんまり複雑なものじゃないから、ちょっと知識がある人なら配線図見ただけで作れるんだろうけど、ウプ主みたいな素人にはそれだけだとちょっと無理そうだったぜ。ネットに載ってた配線図だとアンプ部分も自作してたみたいなんだけど、ウプ主にはそれはちょっとしんどそうだったので、どうしようかと思っていたんだけど、いろいろ探しているうちに Amazon でちょうど良さげなアンプが見つかったので、今回はそれを使うことにしたぜ。ちなみにアンプの価格は送料込みで121円だったぜ。随分安いわね。ああ、一から自分で作るよりも多分安上がりなんじゃないかな。まあとりあえず前置きはこれくらいにして、実際にどんな風に作ったか見ていくぜ。まずは今回使用した部品を紹介するぜ。16ビットオーディオコンバーター DAC ローム型番 BU9480FE に385円。これが今回のメインの部品になるぜ。この部品はワンダースワンからデジタルで出力される音をアナログに変換するための部品のようだぜ。SMD 変換アダプターボード 20.5×8×1.5mm 型番 RE93201 757円。これはさっきの部品を載せるための基板だぜ。マルシンム宣伝機フォーンジャックメス 3.5mm 型番 MJ2335 74円。これはイヤホンやヘッドホンをつなぐための部品だぜ。ここまでで紹介した部品は RS オンラインというところから購入したぜ。次からの部品は Amazon で購入したものになるぜ。 EG ワードメール PAM8403 5V 電力オーディオアンプボード121円。これはさっきちょっと話したアンプだぜ。参考電商 UL107 耐熱ビニル絶縁電線黒白赤黄緑青各 2m 523円。これはまあいわゆる導線だぜ。これで各部品を繋いでいくぜ。カプトンテープ156円。これはマスキングしたり、部品を固定したりするために使うぜ。今回購入した部品は以上だぜ。合計金額は2016円だぜ。他にもハンダゴテとかグルーガンとか使うけど、それらは前から持っていたので、今回の金額には含めていないぜ。ではどんな感じで作業したのかを見ていくぜ。ちなみに今回の作業風景は静止画でお届けするぜ。動画撮らなかったの？ああ、初めは動画撮影しようと思ったんだけど、予想以上に細かい作業だったため、動画を撮る余裕はなかったぜ。なので今回は写真で勘弁してほしいぜ。まあ見るからに不器用なウプ主には大変そうな作業だしね。まあな。では作業を見ていくぜ。まずはじめにオーディオコンバーターを基板に乗せるために、基板に予備ハンダをしたぜ。後で調べてわかったんだけど、予備ハンダは片側一箇所ずつでよかったみたいだな。よくわかってないで作業したのね。ああ、表面実装の部品をつけるときは、予備ハンダするってことだけは、何かで読んで知ってたんだけど、
どうやら間違って覚えていたようだな。相変わらずウプ主適当ね。そうだな。続いてこんな感じにオーディオコンバーターを基板にハンダ付けしたぜ。なんかちょっと曲がってるわね。ああ、全く予備ハンダの意味がないな。まあとりあえずくっついたので良しとしたようだぜ。次はこんな感じで銅線を、使用する本数適当な長さで切っていったぜ。この銅線のビニールを剥くのが結構大変だったぜ。でこの銅線を使って、こんな感じで部品を繋いでいくぜ。ちなみに繋ぎ方は、ネットにあった配線図を元にしつつ、こんな感じで自分で配線図も描いたようだぜ。ウプ主は配線図を描いたのはこれが人生初なので、多分描き方が変だと思うけど、そこは多めに見てくれると嬉しいぜ。まあ誰でも最初からちゃんとできるわけじゃないしね。細かい作業に悪戦苦闘しながらも、なんとかここまで配線できたぜ。だいぶハンダ付けが汚いけど、なんとか形になってきたわね。で、いよいよワンダースワンと接続して、音が出るかテストしようと思ったんだけど、コネクターがないため、とりあえずテープで貼り付けてテストしようと思ったんだけど、どうにもうまく貼り付かなかったぜ。じゃあどうしたのよ。実はヘッドホンアダプタの自作を決意した時に、一番最初に引っかかったのが、コネクタをどうするかってことだったようだぜ。なのであらかじめコネクタ目的で、ジャンク品のワンダーウェーブを購入しておいたんだぜ。なるほど、コネクタを移植するのね。ああ、本当はテープで貼り付けて、動作確認ができてから移植しようと思ったんだけどな。ぶっつけ本番になってしまったぜ。それでワンダーウェーブからコネクタを外すために、ハンダ吸い取り機を使ってハンダを取り除こうと思ったんだけど、なかなかうまくハンダが除去できず、ちょっと強めに引っ張ったら一つピンが折れてしまったぜ。無理やりやるから。正直ハンダ吸い取り機じゃなくて、ハンダ吸い取り線を用意しておけばよかったと後悔したようだぜ。準備不足ね。まあそれでもなんとか取り外したコネクタに、こんな感じで無理やり配線して、なんとかここまで形にできたぜ。とりあえずテストができる状態になったわけね。そういうことだぜ。ちなみに今回テストに使用するワンダースワンは、ちょっと前にジャンクで買って修理したワンダースワンカラーだぜ。実はこの機体は、今回のヘッドホンアダプタ作りのテスト用になればと思って購入したんだぜ。修理がしてみたいから買ったとか言ってなかったっけ？もちろんそれもあったんだけど、ヘッドホンアダプタ作るにあたって、スワンクリスタルとか、前から大事にしてるワンダースワン、ワンダースワンカラーとかでテストするのは、ちょっと嫌だったみたいだぜ。まあ確かに何か失敗して、本体まで壊しちゃったら嫌だものね。ああ、もし壊してしまっても、もともとジャンクで購入したものなら、精神的なダメージが少なくて済むからな。まあそれでも壊れたら嫌だけどな。で実際のテストの映像がこちらだぜ。お、やっと動画になったわね。そりゃ動画じゃないと音出てるかわからないからな。おお、音が出てるわね。ああ、どうやらなんとか成功したようだな。マイクにイヤホンを近づけると、こんな感じでしっかり音が出ているのを確認できたぜ。さすがにこのまま剥き出しの状態だと、使い勝手も悪いしすぐに壊れそうなので、こんな感じでフリスクのケースに収めることにしたぜ。フリスクのケースはいろいろなものに改造される運命なのね。ああ、今回はワンダースワンのヘッドホンアダプタとして、第二の人生を送ってもらうことにしたぜ。ちなみに部品の固定はグルーガンを使って、ホットボンドで固定しているぜ。なんか汚いわね。ああ、ショートしないように、配線部分にも持ったからな。だいぶ汚らしい感じになってしまったぜ。まあ蓋すれば見えなくなるからよしとするぜ。いいのかしら。で外に出てる配線も、そのままだと何かに引っかかったら切れてしまいそうなので、コネクタの部分もホットボンドで固定して、その後に誘着テープで巻いておいたぜ。そして最終的に、このような形に仕上がったぜ。おお、まあまあすっきりしたんじゃない？ちょっとテープの巻き方が雑な気はするけど。まあそこはウプ主らしさってことで多めに見てほしいぜ。まして初めての自作機器なわけだしな。まあそれもそうね。とりあえずちゃんと動くものができただけでも上出来ね。そういうことだぜ。ちなみに音質の方はやっぱり安いアンプだからか、あんまり良くないぜ。常にさーっという砂嵐のような音が聞こえているぜ。
あとはあんまりボリュームを上げると、音がプツプツ切れてしまうぜ。やっぱりお値段なりの性能なのかしら。そうかもな。まあもしかしたらワンダースワンから取ってる 3.3V の電源だけじゃ、電力不足なだけかもしれないけどな。ウプ主は全く電気関係の知識がないので、その辺はよくわかっていないぜ。あとはオン、オフ時のポップノイズがかなり大きいので、あんまり良いイヤホンや、良いスピーカーは繋がない方がいいかもな。でもまあとりあえずステレオで、ワンダースワンの音が聞けるようになっただけでも十分だぜ。それにこの自作アダプタからさらにアンプ付きスピーカーに繋いだら、驚くほど綺麗な音で聞けたので。もし高音質で聞きたい場合は、アンプ付きスピーカーに繋げてプレイするから問題ないぜ。なんとかワンダースワン音源のポテンシャルを引き出すことはできたわけね。ああ、そういうことだぜ。一応ここでもう一度、今回使ったものを載せておくぜ。ちなみにさっき合計金額は2016円って言ったけど、コネクタを抜き出したワンダーウェーブを約500円で購入し、誘着テープも約500円だったので、今回かかった総額は3000円を超えてしまったぜ。これじゃあもう少しお金足せば純正品が買えちゃうじゃない。ああそうだな。むしろ作る手間を考えると、純正品を買った方が安いかもな。ちなみに今回の作業時間は約10時間だぜ。くっそ時間かかってるやん。まあほぼ初めての電子工作だし、時間はかかったけど、一応動くものができて満足してるみたいだから、いいんじゃないかな。まあ本人がいいならいいけどね。でもなんであんまり自作する人がいないのかは分かった気がするぜ。部品揃えるとそれなりのお値段になっちゃうし、作る時間考えると結局買った方がいいってことになるからね。おそらくそういうことだと思うぜ。まあでもやっぱり自分で作るのって楽しいから、もしチャレンジしてみたい人は自分で作ってみるのもいいと思うぜ。ウプ主でもなんとか作れたから、大抵の人ならなんとかなるんじゃないかな。あんまり参考にはならないと思うけど、ウプ主の書いた配線図をもう一度載せておくぜ。手書きで字も汚いからだいぶ見づらいわね。まああくまで参考までにってことで。もし知識のある人が見ていたら、ここはもっとこうした方がいいよ、みたいな感じで教えてくれると嬉しいぜ。では最後にワンダースワン本体のスピーカーの音と、アダプタからアンプ付きスピーカーを通して PC に取り込んだ音を聞き比べてみるぜ。今回比較に使ったソフトはロマサガだぜ。では行くぜ。
というわけで、比較はこんな感じだったぜ。PC に取り込んだステレオ音源はびっくりするくらいいい音だったわね。ああ、ヘッドホン端子が本体に標準装備されていれば、もっとワンダースワンも戦えたんじゃないかって思うほど良い音だったな。いくらコストを抑えるためとはいえ、ヘッドホン端子をつけなかったのは失敗だったんじゃないかな。大抵のスワンユーザーは、ヘッドホンアダプタ持ってなかったわけだし。確かに大抵の人が、この音を聞かずに終わってしまったのはもったいないわね。もしスワンユーザーでウプ主のように、ステレオでワンダースワンの音を聞いたことがない人がいたら、ぜひヘッドホンアダプタ買うなり、自作するなりして一度聞いてみてほしいぜ。正直別のゲーム機かって思うほど音が違うぜ。こうなると純正のヘッドホンアダプタの音質が気になるわね。そうだな。自作品でもこれだけ違うんだから。純正品だったらもっと良い音になるかもな。自作したがゆえに、さらに純正品が欲しくなってしまったな。結局純正品欲しいのね。まあもし安いのが見つかったら買うことにするぜ。とりあえずはこの自作品で十分だしな。それに自分で作ったものは愛着湧くしね。そうだな。というわけでだいぶ長くなってしまったので、今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.